卵はい、トルマンチャンネル始めていきたいと思います。3月26日日曜日。はい、今日は定休日でしたということで、卵のね、二極化が進んでいるということで、ちょっとね、話していきたいと思います。鳥インフルエンザのね、感染拡大により、鶏卵の供給不足が深刻化していると。 卵の価格は右肩上がりでスーパーでは売り切れが目立つほか飲食店のメニューや地方の名産品にも影響が出ている卵の供給が正常化するのには半年以上かかるとの見方も出ている東京都江東区のスーパータツミチェーン豊洲店以前は毎日100パックほど仕入れていた10個入りの卵は今は20パックしか入ってこないエタマ10個入りの 価格は税込み298円と昨年の約1.5倍だが昼過ぎには売り切れるという。毎週火曜日の特売は今年に入って休止している。再開を望む声は根強いが難しい状況だという。都内の別のスーパーも今年から卵の特売をやめたと。以前は L 玉、えー、10個入りを 特売では199円で売っていたが、担当者は常に品薄の状態、200円台で売っても赤字の水準で、特売は到底できないと嘆いた。農林水産省によると、昨年10月以降に鳥インフルエンザの感染が確認された養鶏場は26、同県で81件、シーズン終盤となった、今月も全国各地で発生が続き、 殺処分の対象となった鳥は過去最高の約1645万羽このうち卵を産ませる採卵系は1528万羽だったと日本全体の採卵系の約1割が減ったということで。 ウクライナ侵攻などの影響で餌代が上がり、栄養鶏業者が特売向けの生産を絞る動きもあった中で、鳥インフルエンザの拡大が供給難に追い打ちをかけたということで、えー、ね卵ね、高くなってますよね、専門商社の JA 全農卵が公表する相場情報によると、3月の平均価格は341円、東京 M サイズ1キロ。 前年同月の1.7倍で同社が公表している1993年以降最も高い水準だ全国470店舗が対象の農水省の食品価格動向調査でも3月の経卵サイズ混合10個入りは平均288円で前月より10%平年より35%高かったということで。 卵ね、もう本当に値段上がってますよね。うちで今買ってるところで、えー、265円かな。L サイズじゃないね。今後、多分今後のやつだと思うんですけど、えー、265円かな、えー。の卵を買ってますということで、まあ、鳥インフルエンザの影響はね、うちで言うと、まあ、鳥皮ですね。鳥皮は本当にもう入ってこないですね。あったとしてもね、たまにあっても、あのー 2パ,ック2パックというかね、えー、2個ぐらいしかね <laughs> 回してもらえなかったりね、えー、全然供給ねできるあの量が入ってこないのであったらラッキーっていう感じでお客様にね大変ご迷惑をおかけしておるわけなんですけれどもまあ卵がねこうやってね200円で200円台でね売っても赤字と10個ね、えー、いう状況の中ね片や、えー、ね 6個入り1000円でも輸出増というね、ポルシェのようなブランドに期待ということで、日本のね、卵が海外で人気だということで、割高でも美味しさや安全性が評価されて選ばれていると。輸出は国内生産量の約1%だが、卵を広めようと生産者らの挑戦が続くと。こだわり卵をポルシェのようなブランドに育ててたいと。 愛知県岡崎市の三栄経卵の市川社長はそんな思いで2012年からシンガポールに輸出する安さではなく品質重視の高級卵という新たな市場を一歩ずつ開拓しようと励むと新鮮さを大切にして近くにある中部国際空港から直行便で空輸すると輸送コストはかかるが船で2週間のところを飛行機なら7時間で着く 餌,は餌には、エゴマやマリーゴールドを混ぜ色に、味にも色にも深みを持たせたと。現地のスーパーでの価格は6個入りで1000円と、地元産より数倍高いが、黄身が濃い、健康そうだと定番品に成長。東型リゾートマリーナベイサンズ内のミシュラン二つ星をレストランなどからも指名を受けると。輸出額は10年で5倍に増えたという。 貿易統計によると、殻付き鶏卵の輸出量は昨年は3万トンで、前年比で4割増え、8年前と比べて20倍だと、ほとんどは香港向けで、台湾やシンガポールにも広がると、香港では日本産、えー、セラ卵の人気が急上昇し、飲食店のメニューには TKG、卵かけご飯も登場と、生タバコを食べる習慣な方が、 訪日観光や日本食への親しみがからら広がったととれると日本養鶏協会は香港で先行する中国産と米国産からシェアを奪おうとサンドイッチやチキンライスを使ったフェアを開いてきた農林水産省も輸出に向けた体制づくりを支援し30年の輸出額は昨年の倍以上の196億円を目標に掲げるということで、まあ、国内で売ったらね6個200円 で200円台で売っても、ね、赤字になりますよっていう卵は、まあ、高級、ね、ブランドに、まあ、育てた卵でしょうけれども、えー、海外では、ね、6個入り日本では10個で200円台海外では6個入りでも、えー、1000円、ね、で売れているということなので、まあ、これね、ね外貨獲得、ね、まあ、養鶏業者、ね、卵業者さんからしたらねよし、海外で売ろうってなるような流れじゃないかなという感じですよね。 まあ下関でも楽天農業かな、えー、が入ってきて、まあ、ブランド野菜とかを、まあ、えー、オーガニックですかね、を作って売ろうとしておりますけれども、えー、まあ、それがね、えー、たとえ食料難が来たとしても、それを下関市民がね、口にすることはないと思いますので、まあ、それはね、お金持ち向けの、えーね、製品になると思いますので、えー、そう考えるとね、うん、海外でね、まあ、 商売だから高いところにね、売りたいっていうのがあると思いますので、まあ、自国でね、賄う、自国民で賄うようなね、卵を作るんじゃなくて、海外輸出向けのね、卵を作るような流れになってくると、えー、今度はね、国内で消費する卵がね、なくなってくるよっていうね、えー、感じか、または海外品と同じようなね、値段に、じゃないともう売りませんっていう風なね、流れになっていくんじゃないかなと思ってね、ちょっとこの記事を見てね、まあ、ちょっとあのー、 恐ろしい、恐ろしいというかね、えー、もう卵もね、もうね、アンカー商品じゃないと、物価の優等生ではもうね、なくなっていくんだろうなというふうにね、思いました。今でもね、高いと思いますけれども、えー、今後卵はね、あの安くなることはもうないんじゃないかなっていうようなね、感じですよね。はい。えー、というわけでね、えー、海外に <laughs>、海外っていうかね、地、まあ、産地消ってよく言いますけど、自分のところで食うと一番安いわけなので、で よそでね売るから高く売れるわけなので地元の人というのはね地元の商品を、えー、そういうね高い値段では買ってくれないのでじゃあどうするかって言ったらね、えーまあ、東京とかね、まあ、国内に出たら東京とかね大都市圏にのお金持ちに売ることによって、えー、高く売れるわけなのであって、まあ、こっちで売ろうと思ったらですね100円野菜とかでね出してる野菜がですね、まあ、まあそれはねそういう値段だったら売れるかもしれないですけども、あのーね、そういう100円野菜とかでね出てる 野菜を東京とかで売ろうと思ったらですね23倍ねなんやったらもうね5倍10倍で買ってくれる人もいますよっていうふうになりますので今後ね、まあ、そういうブランド化とかねオーガニックとかね無添加、えー、と無農薬とか、まあ、なんかいろんなね、えー、くくりで、えーね、地元じゃない、ね、高く買ってくれる人にね売るというような流れがね止まらないんじゃないかなっていうふうなね えー、感想を持ったね記事で,ございま,したでまあね今全部ね物価高くなっておりますけれどもじゃあ今後安くなるかっていったらですねなかなか難しいんじゃないかなとね例年だったらこういうネタになってたと、まあ、キ,ャキャベツでねキャベツ1玉100円で買える時代もね、まあ、そのうちなくなるのかなとかね、えーまあ、そうなるとねどん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 飲食店経営っていうのもね、えー、単価を上げていかないと まあ原材料もね、えー、上がってくるし、えー、今度手に入らない、ね、っていうふうな流れに、ね、なってきそうな流れになってきてますのでね。いや、今回のね、鳥インフルエンザ騒動でね、改めてね、えー、ワンアイテム商売っていうのはね、本当にきついなっていうのをね、えー、実感しましたし、まあ、えー、流行り病の中でね、まあ、居酒屋がね、否定されたときに、ね、他のなんか商売をね、いろいろ考えたわけなんですけれども、まあ、どれやってもね、今、 潰れてたなっていうようなね感じですし、うん、去年の今頃ぐらいだったらですね革専門店をねやろうかなと思ってたんで、えー、やってたらねもう鳥インフルエンザとガッチンコしてね革自体が入ってきてないから売るもんがねえよっていう風にねなってたと思いますので、まあ、大変ね <laughs>、えー、恐ろしいなと思いながらね居酒屋でよかったなっていう,いう風に今ね改めて思っておりますとね ある程度潰しがね、えー、効くような業態じゃないと、これがないとできないみたいな流れだと、本当にね、えー、これからはね、えー、商売としてね、成立しないんだろうなと、改めて思っておりますと。まあ今で言うと、えーまあ、タコがね、高いし、手に入らないから、タ、え、コ、ー、焼き専門店とかはね、これからも本当にね、大変になってくると思いますし、まあ安価で売ってたね、タコ焼き屋さんっていうのは本当に、 もうタコ入れんとね、もう本当にこんにゃくでいいんじゃないかなっていうぐらいのね、なったらもう本当にタコ入ってるか入ってないかぐらいのね、<laughs> 一応タコ入ってますよみたいなね、本当にちょこっとみたいなね、歯ごたえもねえよみたいなね、量が入ってるけどタコたこ焼きみたいなね、それぐらいでやらないとね、その値段で売れねえよっていうふうにね、タコの値段を見るとね、本当毎回思うんですけれどもね。はい。 というわけで、今までね、安くね、えー、食べれてた商品っていうのもね、だん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 ね、あのー、値段が上がってくる。まあ、たこ焼きがいい例です。いい例,いい例ですけどね、えー。全部高くなってくるなぁっていうのをね、実感しております。はい。はい。というわけで、まあ、地産地消しましょうっていうね、まあ、よくあのスローガンでね、やられておりましたけれども、地産地消をっていうのは、本当ね、安売りになっちゃいますので、まあ、あんまりね、 あのよろしくないなっていうね、えー、全然あの生産者をね助けることにはならないからやっぱり高く売れるところにね売りたいわけなんで、えー、そうなるとですね、まあ、海外とか大都市圏とかのお金持ち向けに商売をね、えー、作ることになりますので、まあ、下々のね、えー、我々庶民の口には、ね、入らないものになっていくということなのでああ本当に食料なんてね来そうだなというね え普通にビクビクしておるね、今日こものでございます。はい、えー、というわけでね、まあ来年の今頃になったらね、うん、えもしかしたらね、売るものがね、なくなってる可能性もありますからね、えー、今落ね、酪農業者とかがね、もう今大変なことになっておりますけれども、えーね、作ってくれる人がね、まあこれからどんどんいなくなってくるわけなので、まあ農業にしても、漁業にしてもね、まあ酪農にしてもね、もうね、60代どころかね、70歳代の方々がね、 えー、一戦で勝てないのを頑張ってらっしゃるわけなのであと10年もねできないわけなのでもうその人たちがね、えー、もうね亡くなられたらもうガクッとねダメになるんじゃないかなと思ってね本当に恐ろしいねえー、ビビっておりますという感じですねはい、えー、というわけで、まあ、今後ね、まあ、自分でね自分で口にするものはね自分で作っていかないといけないようなね 世の中になってくるのかもしれないなと思いながらね、畑を自分でね、耕して、牛を飼い、鶏を飼いながらね生活するような田舎スタイルねえもいいんじゃないかなと思うんですけれどもね、今度、田舎すぎたらね、今度、限界集落でね、インフラも届かないようなね、インフラ整備が。 えー、施されないね、あの、見捨てられた土地にね、えー、なりそうなのでね、一長いったなだなと思いながら、うん、このニュースを読みましたという感じでした。はい、というわけで、えー、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。えー、終わります。